皆さんお疲れ様です。お酒と旅するマーです。今回はプール付きで海沿いにあるとっても素敵なホテルラビスタ東京ベイに行ってきます。どうもマーです。私は今四条前駅にいます。駅直結で迷うことなし。2022年7月にグランドオープンした東京湾に浮かぶアーバンリゾートラビスタ東京ベイ到着です。シックで高級感のあるフロントは広々開放的。フロント階をもう少し紹介します。奥に進むとセルフでアメニティをお部屋に持っていくスタイルとなっていました。さらに駄菓子が置いてあってこちら食べ放題、ちゃっかりもらっていきます。さらにさらに東京湾が見渡せるテラスがありました。テーブルチェアもいくつかあったのでここでゆっくり過ごせそうです。最高の宿泊になること間違いなしのこの景色。それでは今回泊まる13階のお部屋に向かいます。エレベーターからもこの景色最高。はい、迷わずホテルに着いたということで早速お部屋紹介スタートです。今回私が泊まるお部屋はダブル23平米広々としたお部屋です。グリーンが基調となっていて大人っぽい。ちょっと待って、素敵すぎない？なんだこれ、淡いグリーンで統一された、ちょっと海をイメージしてるのかな。めちゃくちゃ綺麗で、私がさやっぱり一番気になっちゃうのはこの景色ですよね。オープンザドア、わー、すっごい、え、うわ最高じゃん、え、見て景色こんな感じです。この下のとこ TBS のスタジオがあるみたいです。であの奥になんかちょっとなんだろう、バーベキュー会場みたいな、なんかちょっとねお店っぽいのがあるんですよね。あ、え、待って、見えるかな、スカイツリースカイツリーが見えます。ゆりかもめだよね、あれ見えますね。そしてこのソファーですよ。海を眺めながらリラックスできる、素晴らしい、素晴らしすぎない？ちょっとかなり広々としたかっこいいテーブルがあります。コンセントもあるので作業もできますね。でここが冷蔵庫、入ってるかな、ワクワク、はい、入ってませんでした。ただね、このお水のサービスがあるみたいなのでちょっと入れてこう、助かる。よし。で、こちらにはわ、かわいいティーセット、そしてグラスがあるのでちょっとおしゃれに夜はこれ使ってみようかな。うん、 L、 あ、 L、 M、 あー、M サイズ、L サイズ選べるみたいです。あ、そしてめちゃめちゃ嬉しい加湿器ありますね。洗面台もちょっとグリーン味がかかった壁紙、めちゃくちゃ綺麗です。なんか歯ブラシとかねお部屋にあるって言ってたな。あ、あったあった、これドライヤーね。はい、でこれ外用のスリッパかな、あと内用のスリッパあります。で、はい、でここが洗面所、はい、あ、え、待って待って待って、すごいすごいすごい、トイレットペーパーがグリーンなんだけど、すごいね、極められております。で、ここが、あ、なんか丸い形をしたお風呂です。何ここのスペース、謎のなんか円のスペースがあります。座れるのかな。で、
シャンプー、はい、でシャンプーコンディショナーとボディーソープあります。で水圧チェック。おーすごい、見えるかな。結構あのこの水の幅が広い、強い、すごい。これそして玄関には全身鏡があります。これがねかなり助かります。はい、お部屋に着きましたということで、早速今日のプランなんですけど、まずはこの後豊洲市場の中を見学できるみたいなので、ちょっとそこを見学したりぐるぐるぐると回っていきたいなと思います。でその後ちょっと豊洲あたりを探索しながらランチしたいと思います。そしてね、7月はあのプールが無料で使えるみたいで、普段はね有料らしいんですが、無料ってことでちょっとプールにも行ってみたいなと思います。近くにあるちょっとねこうテラスでお酒飲んだり軽く夜ご飯を食べれるような場所があるらしいので、ちょっとそこを探索してみようかなと思います。そしてね、あの道民系列ってことで夜泣きそばが無料なので、夜ご飯のメインはそちらにしたいと思います。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、今回ねこのラビスタ東京ベイに泊まった理由なんですけど、私まだ豊洲は5回ぐらいしかね多分来たことないんですね。でまだ未開拓の地ってことで、ちょっといろいろね探索したいなっていうのがあって、あとね私の大好きなあのイクラ海鮮系が朝食となっていますので、それもめちゃくちゃ楽しみだなーっていうことで、今回ねラビスタ東京ベイ存分に楽しみたいと思います。それではレッツゴー。豊洲市場は駅から直結、朝5時から夕方5時間まで見学が無料みたいです。さっきのマグロは重さ500キロで約3メートルで実際に取引されたマグロらしい。でマグロの競りの様子が見れるらしいんだけど、朝5時からやってるから今はやってんのかな。市場で働く人々はもう2時から働いて、4時に競り、4時半競りの始まり、7時買い出し人、1時翌日の出荷を待つ、後片付けが終わった数時間後にはもう次の日の品物が届き準備が始まります。この回はここで終わっちゃった。なんか他にもね果物とか多分、あるはずなんだよね。ちょっとぐるぐる探検したいと思います。競りは6時半スタートのようで、午後は閑散としていました。早朝の景色も見てみたかったです。ということで豊洲に移動することにします。ゆりかもめに乗ります。逆走の映像ですいません。逆走だけどめちゃくちゃ綺麗。これでなんとなく地理がわかるかも。終点です。東京の方は
結構巨大な駄菓子屋を見つけました。うわー、私これめっちゃ好きやん。49円。ちょっとこれも懐かしい。ちょっと気になるの買っちゃおっかな。すごいプチプチ占い。どの辺が占いなんだこれ。これ食べたいな。いくら？27円。27円、めっちゃ安いじゃん。2つ買っちゃおう。ビッグカツも気になるよね。よろしかったでしょうか。はい、ここが豊洲公園かな。夜景がめちゃくちゃ綺麗とネット上の口コミにはあります。夜は来たことないからどんな感じなんだろう。このままだとまた私のいつもの優柔不断すぎてランチを食べ損ねるということになりそうなんですけど、豊洲っぽいランチっていうのが結構むずくて、明日私ラビスタベイの朝食で海鮮食べるんですよね。だからちょっと海鮮、ザ海鮮は避けたいなって思って探してると、結局何にも食べれないで夜になるっていうことがありえるので、どうしようかな、悩み中。私はホテルに戻り、プールに向かいます。最上階の14階には大浴場やスカイバー、ジム、そして今から向かうプールがあります。プールの入り口は観光客の方と一緒でびっくりしましたが、更衣室は男女分かれていました。そしてここがプールです。かなり広い。開業1周年記念ということで、2023年7月いっぱいは無料で入れるみたいです。私はとってもラッキーでした。私は泳ぐことができないので、このプールの下に降りたいけど降りるのが怖い、足がつかないような気がして、ずっとここでためらっています。奥にはジャグジーがあったので、こちらでゆっくりすることにします。こちらはしっかり足がつくので安心安全。なんといっても豊洲の景色が眺められるこのプール、最高絶景です。温度が水温の調整がされてます。これすごい。
歩くだけでも意味があるということで、ちょっとこの25メートルなのかな。プールから出たら14階の休憩スペースへ。とってもいい景色を眺めながら、なんと道民系列ならではの無料サービス、湯上がりサービス、無料のアイスサービスがあります。そしてコーヒー牛乳やハーゲンダッツも楽しむことができるみたいです。さらにマッサージチェアもあるし、とにかく広い。ただいま、アイスをもらってきました。ちょっとこれ食べながら髪の毛を一旦直したいと思います。ちょっと濡れちゃったので。バニラ美味しい。ちょっと待って、聞いて、あのさ、館内の案内図紙見てたんだけど、13階にコーヒーマシーンって書いてあったの。もしかしてさ、私の大好きなコーヒーが無料でもらえるマシーンが置いてあるのかな。同じ階にあるってやばくない？下のさ、カフェにも行きたいなと思うんだけど、どうしよう。でもさ、この部屋も最高じゃん。なんかほんと、どうしようどうしよう、どこに行こうって感じで、あー、私が今いるこの13階探索したいと思います。自販機があって、あるよ。やばい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 。そってここ、あ、喫煙所だって。ちょっと待って、あるんだけど。遠くない無料って、信じられないんだけど。ちょっとね、アイスコーヒーにしてもいいのかしら。してなかったかもしれない。ちょっと無理やり氷入れてアイスにしちゃったけど。わかります、このすごさ。やばはい、ちょっとね、コーヒー飲みながら編集タイムしたいと思います。皆さんにね、いい動画を届けたい一心でちょっと編集をちょっとして、からちょっと夜を楽しみたいと思います。ね、ちょっと待って、ちょっと待って、重大なことに気づきました。今 5時50分なんですけど、ちょっと待って、私がさ、行こうとしてたさ、夜の店6時に閉まるって書いてあるんだけど、しかもさ、この四条前駅ってあんまりこう夜ご飯食べる場所がないみたいで、本当にそこしか空いてないっぽいんだよね。あとはもうこのホテルの中で過ごすかっていう感じになっちゃうんだけど、ちょっと待って、あと10分で閉まるってどういうこと。ご飯とかは絶対に頼めないじゃんね。でもビールとかだけは飲めるかな。ちょっと待って、多分ね、ここから見えてるとこなんだよね、このなんか、てかさ、こう夜景を見ながらビール飲みたいって思ったのにさ、めちゃめちゃ明るいんだけど。待って、あそこに行きたい。ちょっと待って、間に合うかな。あ、ダッシュで行こうかな、せっかくだし。あと10分、あと10分しかない。ちょっと行こう行こう行こう。ないけど、多分こっちなんだよね。でも
待って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 、どこ、あ、え、うん、めっちゃ気まずい気まずい気まずい、何これ、今日休みなんです。そうなんですか。あ、貸し切り的な、パーティー、あ、なんだ、わかりました、ありがとうございます。はい、気泡です。切り替え切り替えってことで、まあラビスタの中でゆっくりしてもいいんだけどさ、あ、貸し切りパーティーで飲み物も買えないなんてつら。そういえば、ポッケにまだこの子入ってた。やばい。ちょっと待って。かわいいね。なんかさ、東京に住んでてさ、東京のホテルに泊まってるけど、東京って感じが全然しなくて、泊まってる方が外国人の方が多かったりするっていうのもあるのか。っていうか、そもそもやっぱ同じ東京とはいえ、豊洲に来ることってほとんどないし、ここはもはや豊洲なのか市場前っていうさ、よくわかんない駅だけど初めて降りてみてさ、だからこのホテルに泊まるためにみんなここの駅に降りてるのかなって感じなんだけど、でも本当になんかもう非現実的日常を遅れてる感じがして、すごくね、虫がめっちゃいる。なんかね、いい休日を過ごしてるような、すごく安らぐ時間にしっかりとね、なってます。かさ、私がさ、うん、さっきコンビニ行って一番食べたかったものを言っていい？一番食べたかったのはアメリカンドッグです。あまりに可愛げがないので、っていうか、なんか一人お祭り気分みたいな感じなので、一人韓国行ってみたいなと思ってるんだけど、調べれば調べるほどなんか調べなきゃいけないことが本当に多くて、一人で海外行くってめちゃめちゃ難しいなと思って、めっちゃ黄昏れてるんだけどさ、超アルコールのさ、スイッチが入っちゃってさ、食欲スイッチが入っちゃうんですよ私。ちょっと買いに行きます。じゃーん、やばーい。そしてこの景色、
当じゃないですかね、これ。よし、ただいまってことで氷持ってきました。ということで、お部屋に戻ってきました。乾杯。やっと普通の音量で声が出せます。いただきます。まあ、結局ね、爆食スイッチが入っちゃったということで、もうどうでもいいよ。食べてきます。久々に食べるけど、さあ、このチャンネルやってさ、本当に良かったなと思ってて、なんかありのままの自分を出せる場所ってすごく大事だなと思ってて、なんか普通に生きててもありのままの自分を出すってめっちゃむずくないですか。会社の中とか友達同士でも本当にありのままかって言ったらそうじゃないじゃないですか。でも結構私この動画ありのままに近いなって思ってて、もちろんね、世の中に発信するのでそれなりにちゃんとしようっていうのはもちろんあるんですけど、でもだいぶねラフに撮ってるかなと思ってて、なんかそれを見て、なんかこんな人もいるんだなって楽しんでもらえてるってめちゃめちゃ素晴らしい。見てもらったりしてさ、すごいなんだかな、なんだかな、すごいなんだかな、言葉にするのか難しいんですけど、今回ね、でもね、みんなに伝えたいのは、現実逃避したくなったら豊洲に来ようっていう本当に景色がすごい広いんですよね。高いビルはもちろんあるんだけど、それもすごい綺麗でキラキラしててさ、生きてるとさ何にも考えたくない時あるじゃないですか。このホテルがあなたを救います。私結構ほんとスポンジみたいに吸収しちゃうんですね、人の気というか、勢いの良さも勢いのなさも全部こう自分の体の中に入ってくる感じがして、だから会う人は本当に慎重に選ばなきゃいけないなってすごい思ってて、だからね、すっごいめんどくさいんですけど、そういう時に、あ、一人になりたいなってめっちゃ思って、だから遠くに行ったりとか、と離れた場所に泊まるとすごくリフレッシュできるんですね。だから同じような性格の方がいたら、ぜひお家を飛び出してみてほしい。まあそんなね、理由も込めて私はこう食べに出たりとか、いろんな発見とか、こう新しいものを吸収するみたいなことをね、日々このチャンネルを通してやってます。それがね、本当ありがたいことにちゃんと自分のプラスになってて、このチャンネルやって一番良かったことっていうのは、すごくフットワークが軽くなって、一人旅ってめちゃくちゃ大変だし、労力いるし、準備も大変だし、なんかそれを一個乗り越えると、いろんな物事が本当になんか楽に感じてくるんですよ。もうその感覚は多分月日が経つごとに薄れてくって思ってて、私だって前も話したけど、アイドル活動してる時365日ライブしてたんですね。会場から家までめっちゃ遠かったし、お金もないし、超大変だったから、これからの人生もう何でもできるって思ってたけど、で月日が経ったらその時のことなんてもう全然全然忘れてしまうから、やっぱりつどつどこう大変な思いってした方がいいんだなっていうのを感じて、大変な思いを自分で簡単に作る方法が一人旅だなって思ったんですよ。何にもわからない場所にポンって行くのってすごく労力がいるなと思ってて、だからやっぱり定期的にそういう思いはした方がいいなと思って、それをすると本当に日常の全てのことが楽に感じる。本当に楽に感じる。今日のお酒のお供、ビッグカツ株式会社すぐる。うん、うん、うん、ペラッペラなのにカツを感じるってすごいよね。どういう仕組み？食べてる時じゃなくて、なぜか食べた後に後悔するんですよね、人間って不思議。はい、では大浴場行ってこようと思います。行ってから夜泣きそば食べて、で一応買ったビールもね、とにかくお風呂入ってから飲みたいっていうことでね、ちょっと行ってきます。ではお風呂の紹介。内湯は景色がずらーっと圧巻です。とっても広くて綺麗です。
露天風呂はもう何時間でも入れるんじゃないかって景色をね、ガラス越しじゃなく肉眼で見ることができます。さらに景色を眺めながら入れる100度のサウナ、結構広くて綺麗で最高でした。さらにもう一つミストサウナもついてました。気分でどっちも入れるのは嬉しい。もちろん水風呂も景色を眺めながら入れます。冷たすぎないのでサウナ初心者でも入ることができました。会場がとっても広い。そしてなんと初めての体験、トッピングがセルフでした。これでもかってぐらい乗せまくりました。まだこういう会場で一人で喋る勇気はないですが、これからガンガンに喋っていきたいなって思ってます。とにかく夜泣きそばは私の大好きな醤油ラーメン。お風呂上がりってなんて美味しいんでしょうか。お風呂上がりはゼロカロリーっていうことで、ペロリと5分程度で食べちゃいます。夜景も最高です。はい、お風呂から戻ってきました。もう本当に最高でした。いやもう本当に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 素晴らしいということでね、っていうかね、もう今回初めてなんと水風呂デビューしました。やって、なんかもう本当についに私もサウナーの仲間入りってことで、ちょっと感動しちゃいましたことでね、かなり今日はいろいろ無料で堪能できたんじゃないかなと思います。ってことで、忘れちゃいけないベッドレビューしていきたいと思います。いきます。あ、待って、これはさ、ちょっと待って、これは広いなんてもんじゃないよ。めっちゃ広いよ。大の字になっても余裕があります。当たり前だけど、当たり前だけどストレッチも余裕でできます。で、枕は結構厚いかも。厚みがかなりあるタイプです。で、掛け布団は結構厚めで、掛け布団は結構厚めでしっかりとしています。マットレスは割と硬い感じでいい感じです。最高だ。初めて今日はね、整ったっていう感覚が分かった気がしたんだよね。はい、ってことでね、明日朝ごはん6時から9時までの間に入店ってことで、まあ8時ぐらいには行きたいなって思ってます。ちょっと余裕がないの嫌だから、やっぱ6時半かな。6時半に起きれたらちょっとサウナに行こうしたいと思います。もう一日お付き合いありがとうございました。明日は大好きな海鮮の朝食ということで、お疲れ様でした。ひとまずね、リラックスタイムにしたいと思います。ここでおやすみなさい。待って、本当にあと10分しかなくて、本当に急いで。では入場10分前にギリギリ滑り込んだ朝食会場をお見せしていきたいと思います。シリアルやパンもあります。そしてパンを焼く機械、フルーツやデザートも盛りだくさんです。さらにお稲荷さんや手巻き寿司、そば、天ぷら、お魚やお惣菜などたくさんの種類があります。そして海鮮はこんな感じで、ちょっと本当に私が遅く来たからこんな感じです。そして結婚式場なのかってぐらい広いお席も奥の方にありました。そして私の盛り付け、じゃーん、結構色とりどりに綺麗に盛り付けられたかなと思います。イクラ、サーモン、マグロ、タイ、天ぷら、いなり寿司、巻き寿司、温泉卵に明太しらす、さらにスイカ、
最高の朝食ですよね。これ景色も素晴らしい。ではいただきますということで、私はイクラが大好物なのでイクラをこれでもかってぐらいかけました。朝から大好物が食べれるなんて、なんて最高なんでしょうか。お寿司屋さんに行ってもマグロ、サーモン、イクラ、ネギトロしか頼まない私はこの赤身の海鮮が本当に最高です。その他おかずもめちゃくちゃ美味しかったです。天ぷらも大好きなので天ぷらがあったのは驚き。そしてデザートに大好きなわらび餅とスイカもありました。ラストオーダーの時間には一人一人スタッフさんが声掛けをしてくれて、丁寧なホテルだなと改めて感動しました。海を見ながら飲むコーヒー、最高に優雅です。ごちそうさまでした。はい、ということでね、朝食最高でした、本当に。そして無料のコーヒーももらってきちゃいました。いただきます。今回私は酢飯にお刺身を乗せてね、海鮮系と天ぷらとスイカとかわらび餅とか、こうなんか季節を彩るメニューが本当にたくさんあったので、みんな楽しめる朝食じゃないかなと思います。そしてね、景色がとにかくもうすごく綺麗なので、会場もすごく広くて開放的で最高でした。とにかく今回泊まって私的にめちゃめちゃ感動したのがね、サウナ、お風呂、最高でした。で、おかげで私は初めて水風呂に入って、初めてサウナーの第一歩を歩み出し、サウナ、水風呂、外気浴の3セットを初めてこのラビスタ東京ベイで体験して、なんとね、お部屋戻ってきて本当に一瞬で眠りに落ちました。もう体が本当に幽体離脱してるみたいな感じで、すっごくリラックスしちゃって、これからねちょっと朝のサウナデビューできるように頑張りたいです。早起き本当におすすめの場所です。お客さんの層は結構高めなのかなって思いました。子供は一人しか見かけなかったかな。落ち着いた感じの雰囲気で過ごすことができました。はい、ということでね、ちょっと今回も長々ホテルレビューだったんですけど、楽しんでもらえたら嬉しいです。この後ね11時チェックアウトっていうことで、あとはもう取り残したことないよね。はい、またねホテルのレビューだったり観光名所巡ったり YouTube で投稿していきたいと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。